はい、こんにちは。レクセン2講師の矢島です、えー。今回ですね、矢島のスピードチェック講座のですね、ご案内ということで、あの動画をね、収録させていただいてます。で、実はあの、2日、3日ぐらい前にですね、一度あの、その動画を収録して、で、現在あの、YouTube の方にあの、上がってるんですけれども、私の方がちょっとまだあの、その当時ね、あの、機材をまだこう、使い慣れていなかったので、で、結構あの、その、後からですね、いろいろこう、まあ、機材の使い方を見てみたら、まあ、あ結構もうおも、あの、綺麗な感じでね、まあ、面白くなんかあ、こう、画面の方に映すことがあの、できるってことが分かったので、で、ちょっとこう、試しにね、そういうことを、あの、や やっってててみよううと思ってあのも一回収録しております、まあ、そんな感じで、あの、矢島のスピードチェック講座なんですけれども、えー、こちらですね、概要なんですが何やるのかっていうと、まあ、あの、試験のね、直前対策講座になりまして、まあ、あの、こちら予備試験とね、司法試験の、ま、最後、えー、特にこう、試験直前期各科目の全体像を体系的にまあ把握するってことで、で、その、ま、全体像っていうのは、あの、その、えー、各科目っていうのはその、まあ、7科目の方でね、必修7科目の方をこう短時間で一気にまとめてやるようなあの感じ なってますねで、あとはね、まあ大体、あの、詳しい話は、あの、パンフレットですとか、あともう、あの、レックのウェブページの方にね、あの、詳細な説明書いてありますので、ここではね、ちょっとあの、まあ実際授業始まったら、あの、どんな感じの画面になるのかと、まあうところで、ちょっとあの、試しにね、お見せしたいと思ってますね。で、今、今までね、あの、こう、物理的にね、こういう、まあテキスト、まあ紙媒体のテキストをね、私あの、えー、物理的な機械にね、プレゼンターっていう、まあものになんかこう、映して、こう、 いろいろ事業やってたんですけど、まあ結構ね、やっぱこうずれたりとかね、あとこう、まあなんか字が見づらいとかいろいろ、あのそういうところがあるんですが、まあ今回はあの、このままなんかデジ,デジタルで直接ね、あの画面の方に、あのお見せすることができるっていうことなんで、まああのこんな感じで結構ね、綺麗にあのなってますね。で、あのせっかくなんでね、あのこの前ちょっとお話した、あの今最近ちょっと流行りのね、あの Google の削除請求が認められるための要件とね、あとはあの Twitter の削除請求があの認められるためのあの要件をね、こういった判例のこう今、あの比較をするっていうところをですね、 結構受験生気にしてる方が多いんじゃないかと思うんですよね。でそこで、えー、ちょっとね、こちら私の,あのテキストのところなんですけれども、えー、まずね、この Google の、えー、検索結果の削除請求の,あの要件に関するね、これまあ平成29年の最高裁の決定なんですけれども、で、これね、どんなことを言っていたのかって言いますとね、えー、まあ、ここで、えー、最終的に、ね、削除請求が認められるための要件なんですけど、えー ここね、当該事実を公表されない法的利益と当該 URL など情報を,、ねえーを えー、検索結果として提供する理由ね。まあ、これが対立利益なんですよね。あの、公表されない法的利益ね。まあ、いろいろ、なんか自分の犯罪履歴等が、あの、えー、Google の方でこうね、検索結果提供されてしまいますと、やっぱそのプライバシーがね、こう、個人のプライバシー害されたというか、するわけなんですけど、まあ、そういうね、プライバシー保護っていう観点から、その、えー、公表されない、ま、法的利益っていうのが一つ対立利益で上がってきますね。えー、あと一方でね、まあ、その、えー、いろいろ皆さん Google で検索をしてね、情報収集してるんじゃないかと、まあ、思うんですけども、で、そうなってくると、やっぱ その皆さんの知る権利っていうのをこうね、Google っていうのは支える、まあ、機能をまあ、持ってますよね。で、その反面、まあ、その Google の、まあ、事業者の方は、そういった、まあ、皆さんの、まあ、知る権利に奉仕をするためにですね、まあ、その、ある意味表現のね、えー、自由を行使してるっていうところがあるんですけども、で、そういった意味でのね、その対立利益ですね。で、それが、えー、こちら、えー、当該 URF、 ll 等情報のね。検索結果としてまあ提供する理由ってことで、まあ、一言で言ったら、まああの google の検索結果のね。その情報提供の自由ってことですね。まあ、本当に究極に短く言うんだったら、まあ、情報提供の自由っていう形になるんだと思うんですよ。というわけで、この公表されない利益とね。情報提供の自由のところをまあ適切に。まあ利益考慮をしてですね。で、どういった要件をまあ充足すれば、そのね削除請求がまあ認められるのかって話なんですよね。まあ、削除請求を認めてしまいます。と。まあ、あの google の事業者の方はね。その表現の自由。 をこうね、あの、制約されることになるし、あと一方、あのね、皆さんの方ですね、その反面ですけど、その知る権利制約されることになりますから、まあ、かなり慎重にね、そこのところは考えなければ、まあ、いけないはずなんですよね。皆様、あの急に Google で調べたいことを、あのね、あの、調べようと思って、で、なんか、まあ、ね、検索しようと思ったことが、こう、情報出てこないってことになると、まあ、いろいろ困ることになると思うので、で、そうなってくると、やっぱりね、その削除請求が認められるための要件っていうのは、結構厳しくしていかな,いかなければいけないんじゃないかっていう価値判断がね、まあ、働くんじゃないかと思うんですよ。で、そういうことで、まあ、裁判官、 その最高裁の裁判官たちどんなことを言ったのかっていうと、まあ、その続きのところですけれども、その今のね、この二つの利益をこれね、比較考慮して判断するんだと。で、その結果ね、公表されない法的利益が、で、これ優越することが明らかな場合ってことで、まあ、ちょっと優越するかどうか、まあ、 微妙な、ね、よくわかんないなっていうぐらいでは、やっぱその情報提供の自由ですね。えー、Google によるその情報提供の自由っていうのは非常にこう大事な、まあ権利なので、それぐらいだとね、その削除請求を認めないっていう価値判断の現れなんですよね。というわけで、この公表されない法的利益が優越することが、これ明らかな場合ね。で、こういう時にこう初めてその削除請求ができるんだってことは言ってますね。で、この人のメモ。 のところなんですけれども、まあ、最高裁その削除請求の要件としてね、当該事実を公表されない法的利益が優越することがね、明らかな場合だっていうふうに言ってるんですけど、で、この三行目、メモの3行目のところをちょっとまとめておきまし、まとめておきましたけど、まあ検索結果のね、情報提供行為はかなり重要なものとしてね、まあ、用護性が高いものだっていうふうに、こう、価値判断を守ってね、で、それで、えー、その適切な、その対立利益を調整するための判断枠組みをまあ立ててるって話なんですよね。で、 今度ですね、まあ、近時、えー、こちら、ツイッターのですね、削除請求が認められるための、こう、要件が、ま、問題となったね、まあ、令和4年の最高裁のね、えー、事例があるんですけど、令和4年の6月24日ですね。で、こちらの、まあ、事例ではですね、えー、この、えー、このね、えー、先に結論を示しておくという、まあ、段落のところなんですけど、えー 日清の方はね、先ほどの Google の削除請求があの認められるための要件と同じ要件立てまして、やっぱその、えー、優越することが明らかな要件ね、要は公表されない、まあ、法的利益が優越することが明らかだって初めて、えー、そのね、削除請求が正当化されるっていう、まあ、感じで、まあ、あの、高裁の方、まあ、第2審の方はそういうあの判決を出してます。えー、ところがですね、えー、その一審と最高裁は、まあ、実はですね、これ単なる優越の要件ということで、まあ、特にその Google のね、検索結果の情報提供を、まあ する自由ってすごく、あの、前回ね、だいぶ重視されてましたけど、つい、 ツイッターに関するですね、その情報提供に関しましては、そこまでね、重きを、まあ、置かなかったんですよね。で、そうなってくると、まあ、受験生としては、これ一体何の差があるんだと、その、グーグルでね、情報提供する、まあ、利益と、えー、そのツイッターで、まあ、なんか情報提供する、まあ、利益っていうのは、これ何が違うのかっていうところ気になると思うんですよね。で、結論から言うとね、やっぱその、グーグルの事件で、グーグルの検査結果の情報提供の、やっぱりその利益、すごく重いもの、まあ、すごく大事なものだっていうふうに、あの、思った。 からこそですね。まあ、その、まあ、要は単純な平等な天秤にはかけずにね、ちょっとこう情報提供の自由の方を重視するような、こう天秤っていうのはあの用意したわけなんですけども、まあ、こちらのツイッターの方はね、まあ、平等な天秤を、ま、用意してるということで、まあ、特にそのツイッターによるその情報提供の利益っていうのをね、特別扱いをまあしなかったっていうことなんですよね。普通に投下的に、ま、その利益考慮をしようという、まあ、そういうあの枠組みを、ま、立ててるんですよね。で、果たしてね、それってどういうことなのかっていう、 ことで、で、まあ、学者の先生、やっぱりね、いろいろと、あの、こう、ここのところ、今ね、早速、議論を始めてくださってまして、で、例えば、なんですけれどもね、えー、こちらですね、まあ、法学教室でね、成原聡先生、なんかね、まあ、比較的若手の先生でも、結構、あの、優秀な、あの、いろいろ、ためになる文献、いろいろ書かれている先生なんですけれども、例えばですね、まあ、成原先生ですと、えー、この、 えー、ツイッターもね、検索機能を備えているものの、その対象はツイッター上のツイートに過ぎず、インターネット、まあウェブ上の情報全体を対象とするね、Google 等の検索事業者の提供する検索機能とはやっぱり役割性質がこ異になってるんじゃないかって話ね。えー、で、えー、あとこのね、もうちょっと下のところなんだけど、平成29年決定がね、Google をインターネット上の情報流通の基盤と言い続けたのと異なって、でそのツイッターの方はね、その情報流通の基盤というような、そういうような表現が最高裁のあの 判決ででは取られていないなんですよねというわけで、まあ、あの、今回のツイッターの事件で、まあ、交際の裁判官たちは、まあ、あの、さっきの Google と同じようにね、あの、まあ、情報提供の方の自由を。 優先するっていう意味で同じ判断枠組みで、あの、してるんで、だからおそらくその、交際の、まあ、今回のツイッターの事件の交際の裁判官たちは、ま、グーグルによる情報提供の、ま、そのやっぱり大事さと、ツイッターによる情報提供の大事さは、これ同じものだっていうふうに、あの、思ったんでしょうね。で、そこでそのツイッターによるその情報提供の自由を、やっぱりちょっとこう、まあ、少し保護しようっていう、ま、観点から、まあ、平等ではないね、ま、いう、あの、あのね、公表されない法的利益が、ま、やっぱりその、優越することが明らかであるときに、ま、は、限ってね、初めて、え、その、削除請求 が認められるんだって形でやったんですけど、でも、えー、そのね一心とこちらのねツイッターの事件のまあ一心と。 最高裁の裁判官たちは、やっぱそのツイッターによる情報提供によってもたらされる、まあ利益がね、それがやっぱりそのグーグルによるそのやっぱり情報提供とまあ違うんじゃないかっていうおそらく価値判断をお持ちになったという感じなんだと思いますね。まあここのところはね、まあやっぱりだから裁判官でもこう、まあ意見が分かれてますので、あと、まあ皆さん自身がね、例えばグーグル使ってるとか、まあそのツイッター使ってるとかっていうところで、えー、やっぱその使ってるか使え、使ってないかっていうところでもここのところの価値判断ってまあ差が出てくるんじゃないかと思うんですよね。でまあ一応形式的に言ったらね、 まあ確かにこの成原先生がおっしゃられているようにですね。まあ他の先生もあのいろいろ学者の先生もあの類似のようなことあのおっしゃってるんですけども、まあやはりそのツイッターで何か検索をね、情報検索しようと思っても、まあ、そのグーグルと違ってインターネットのその世界全体からこう情報を収集するっていうんではなくて、やはりそのツイッターの記事の中からね、その情報を収集してくるっていうところになるんで、まあそうなってくると、まあ皆さんがその知る、まあ、権利をね、まあ行使するっていうことを考えたときに、やっぱその皆さんが知ることができる範囲がこう限らない てててるるるんんんだだっっっ話になってくるんだと思うんでですすよねねそそそれのの反面やっぱその情報提供する、ねまあ、知る自由とその情報提供っていうのはこれ表裏の関係でありますから、まあ、知る権利のそのねやっぱり保護されるあの知る権利によって享受できる利益がまあそれほど大きくないんだってことになればねまあ反面その表現する側の方のね情報提供する側のまあ利益というのもまあそれほど大きくないんではない かっていう、そういう評価、評価がまあされまして、そこで、えー、その、今回の、えー、ツイッターに関しては、グーグルの時と違ってね、本当にこう、プライバシーとね、<laughs> その、えー、ツイッターによって、まあ、やっぱその情報を提供するっていうところの利益のところがなんか、まあ、平等にこうね、えー、扱われているような、あの、感じがしますね。あとはですね、えっ、ー、と、他にもですね、えー、こちら、えー、まあ、これも法学教室のね、あの、あ法学教室のね、えー、巻先生。 なんかがですね、まあ同じようなことを、えー、おっしゃられてますけども、えー、そのね、29年の先ほどの Google のね、あの、まあ情報提供の利益をすごい優先するあの判断枠組みがありましたけど、えー、それはまさに、えー、情報流通の基盤である検索事業者の検索結果に限定すべきなんだということでね、Google の場合はやっぱりそのインターネットの,の情報すべてをこうね、集約して、えー、で、作品をこう、まあ作ってね、で、皆さんの方が何か調べたいっていうなんかキーワードをまあ入れると、まあそれに従ってまあ情報をね、まあ、URL とこう提供するような、まあ、 感じになってるんですけど、だから何か皆さんが知りたいことがあるっていう時にですね、その Google グルグルを使うと、まあ大体のことが知ることができると。に対して、まあ Twitter の方はそこまではないんだっていうね、まあそういうふうにあの評価をしている可能性がありますよね。それからですね、えー、こちら、えー、これは、えー、判例講座。今ね、あの、警察、警察学論集っていうね、あの、えー、ところで、えー、その判例講座ですね、あの、指導先生がね、今判例講座を 今、連載中なんですけどね、憲法の学者の先生ね。で、例えば指導、先生なんかは、えー、令和4年判決をね、まあツイッターの事件ですけど、まあツイッターについては、グーグルと異なり、インターネット上の情報流通の基盤に相当するような評価をしていないことにもね、やっぱりこの今回の <laughs> 令和4年の事件っていうのは注目されるんだ、みたいなことを、あの、おっしゃってるんですよね。というわけでどうでしょうか。まあ、ここのところは、あの、正解があるわけではなくて、当然、あの時代の流れが変わってですね、まあ判例とか、あの、法律っていうのは、その時代のその価値判断っていうのをこうね、あの、法的に理論構成、まあしてるものにまあ過ぎないので、 まあ絶対普遍的なものではないんですよね。こう歴史的にずっとこう辿っていくとね。で、そうなってくると、まあ当然そのツイッターの利用者がまあ今以上にまあ増えてですね。でしかもその検索できる範囲がもしかしたらもっと広がってくるっていうことになってくると、まあ当然そのね、ツイッターによって皆さんの方がこう情報を得るまあ利益ってすごく溶報性が上がってくるでしょうし、で、その反面ね、まあツイッターによってその情報を提供するまあ利益っていうもののまあ溶性もすごく上がってくる可能性が出てきますよね。ですからまあ今後まあ時代がまあ変わるとですね、まあもしかしたら、あそのツイッターの記事の削除請求が認めた 認められるための要件もね、まあ、結局 Go、Google、え、のー、その検索結果を、えー、削除請求を認められるための要件と同じようにね、まあ、公表されない利益が、あもう優越することが明らかだとね、認められるときに限って、まあ、もしかしたらですよ、あの、その削除請求が正当化されるような、そういう時代が来るかもしれないんじゃないかって話ですね。というわけで、まあ、あの、今回ね、私の まあ、スピードチェック講座、ま、たいこんな感じの画面、ちょっとこうね、字が綺麗になるんじゃないかということで、ちょっと試しに、あの、こちらの動画をまとってるんですけど、まあ、最後の方はちょっと、あの、別に私の講座と関係なしに、学者の先生のちょっとご紹介になりましたけども、まあ、あの、こんな感じでね、あの、スピードチェック講座のやっていきたいと思ってますので、まあ、あの、ご興味がある方はね、あの、ぜひ、ちょっとレックのパンフレット、あるいは、あの、レックのウェブページの方をね、ちょっとでご覧いただければというふうに思いますね。じゃあどうも、本日また最後までご清聴ありがとうございました。